はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はコンガのチューニングで、コンガのですね、音程差、音のインターバルをいろいろと変えてみて、どういう風に聞こえ方が変わるのかっていうのを実験してみたいと思います。コンガ3本ありますと、このように音程を作れるんですけれども、音程の組み合わせっていうのがですね、もうものすごい数になってしまうので、今回の動画では一番上だけ固定します。一番高い、このキントをチューニング C に固定して、トゥンバとコンガのチューニングをいろいろと、上げ下げして比較してみようと思います。それでは早速聞いてください。どうぞ。
いかがでしたでしょうか。今回比較のためにですね、すべてのチューニングで同じようなフレーズを叩いたんですけれども、やってみた感想として、このチューニングによって結構叩きたくなるフレーズが違うなって、いうのが意外な発見でした。あと一番低いこのトゥンバドラ。これ僕大体いつもですね、F か G にチューニングしてるんですけれども、まあ、それより低い C とか D も、まあ、今回やってみたらですね、超低音でこうドゥンドゥン言わすのが気持ちよかったので、時々使ってみようかなと思います。はい、こんな感じでパーカッションの情報発信を毎日しておりますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また。